はい、皆さんこんばんは。今回はですね、こちらのノートパソコンのちょっとした紹介と改造をやっていきたいと思います。で、こちらなんですけど、ちょっと前にね、いつものハードオフでジャンクで買ってきました。お値段は6480円でした。ちょっとお高めなんですけど、まあスペックの方は、レノボのシンクパッドで、CPU の方は Core i5 の 4200M っていうやつが載ってるやつですね。2コア4スレッドのやつ。で、あとメモリが 4GB 載ってたんですけど、これは増設して今 8GB にしてます。DDR3 の1600かなが載ってるんで、まあそんなに遅くはないメモリかなと思います。で、ハードディスクは付いてなかったんで、今 240GB の SSD を入れて Windows 10入れて使ってます。でね、まあハズウェル世代の i5 なんで、軽い作業はね全く問題ないです。まあネットとか、オフィスとか、まあ、YouTube の再生とかもフル HD で全然問題なく動きますね。まあ、動画編集とかはちょっと厳しいですかね。まあ編集してる自体はそんなに問題ないんですけど、エンコードとかに非常に時間かかりますね。この後ろで私が使ってるメインのパソコンの倍以上かかるかなっていう感じですね。まああんまりちょっとさすがにね、動画編集とか厳しい感じですね。で、今回何をやってきたかっていうことなんですけれども、まあ今画面映ってるんですけど、まあ、これちょっとグレアパネルなんですけど、まあ、問題はというかですね、問題でもないんですけど、現在のね、この解像度が、まあ、ちょっと見えないかと思うんですけど、今のところ 1366×768 なんですよ。これがマックスなんですね。このパソコンの今現在ついてるディスプレイの解像度が。で、Excel とかやることがあるんですけど、この解像度で Excel とかを使うとちょっとやっぱ狭いんですよね、画面が。なんで、ちょっとこれを液晶をフル HD に変えたいなぁと思ってまして、調べたところね、パネルが売ってましたんで買いました。で、買ったのがね、こちらですね。こちらの液晶。まあ、ちなみにこれ14インチです。14インチの液晶パネル。レノボのやつで使えるって書いてあったんですけど、まあ、型番とかはこんな感じですね。ここが30ピンかな、30ピンのやつです。で、こちらがネットで8500円ぐらいでした。まあ本体より高いっていうね。で、これ今ついてるやつがグレアパネルなんですよ、液晶が。で、私グレアパネルあんま好きじゃないし、まあこれね、非常に視野角が狭い。ちょっと角度変えるとすごい全然見えなくなっちゃうんで、まあ、それもあんまいけてないなってことで、で、今回ね、このフル HD の液晶パネルを買いましたので、交換していきたいと思います。で、まあよく言われることなんですけど、ノートパソコンのこの14インチのサイズでフル HD は文字がちっちゃすぎて見えんと。ということでね、結構言われてるんですけど、まあ私そこまで気にならないんで、まあ画角っていうんですかね、この解像度がね、大きい方が、まあ見えづらいっていうのはね、私は重要だと思ったんで、今回ちょっとね、これを変えていきたいと思います。でね、 CPU の方が i5 で、これ i7 に変えたらいいかなと思ったんですけど、今回ね、ちょっと i7 にするのはやめときます。i5 から i7 に変えてもね、まあそこまでは変わらないかなっていう感じだと思うんで、あと TDP とかも上がっちゃってね、熱量が増えて、まあファンがうるさくなるのも嫌なんで、今回このパソコンに関してはちょっと CPU の交換はやめときます。で、メモリとハードディスクの増設のはもう終わってるので、そちらをね、上げてもね、まあ、いつも通りになっちゃうんで、今回はちょっと思考を変えて液晶パネルを変えていきたいと思います。ではね、ちょっとやり方等をね、これから説明しながらやっていきたいと思います。はい、というわけで液晶を早速交換していきたいと思います。で、まずはじめになんですけど、ノートパソコンの液晶の交換は私非常にお勧めしないです、この改造。なんでかっていうと、結構な確率で
うまくいかないですよ。私今まで何度も経験あるんですけど、大抵の場合ちょっと失敗する、つかなかったりおかしかったりおかしくなったりしますんで、もしやられる方は現在ついてるこの液晶ですね、型番調べてそれに互換性のちゃんとあるものを選ばないとうまくいかないことが多いです。で今回私はまあそれなりに調べたんで大丈夫だとは思うんですけど、ここにねこういう型番が書いてあると思うんですよ、うん、でまあ今元についてるやつの型番とかも調べてやんないと、まあ、よくあるのが同じ形だからって言って買うとこのコネクタの部分ですね、これがまあこれここにあるからあれなんですけど、これがこっちにあったりこっちにあったりして今ついてるケーブルだと届かなかったりなんかおかしな位置にあったりしてつかないことがあったりするんですよ。で万が一ついてもこっちのねパネルの方にうまく表示されなかったりすることが多々あるんで、あんまりおすすめはしないですけど、もしやられる場合はきちんと調べてからやった方がいいと思います。うん、それでね私何万円か無駄にしてます今まで。はい、ってことで今回は成功することを祈ってやっていきたいと思います。で、まあ、まず液晶の交換なんですけど、大抵のノートパソコンはこういうところこういうところですね、ここ四隅とかここにゴマ足っていうのかな、ちょっとゴムのクッションみたいなのついてるのあるじゃないですか、その裏にネジがあったりするんで、そのネジをとりあえず全部外します。でこっちの下側は外す必要は基本的にはないですね、うん、液晶の交換の場合はほとんどの場合この下側を外す必要はないと思います。でこっちの上のネジを外して、まずこの側ですね、このフレームっていうんですかね、フレームのところを取っていくと、まあ、液晶までは基本的にたどり着けると思います。でこの側を外す時なんですけど、まあもちろんこういうマイナスドライバーでこじ開けるのはダメですね、傷つくし壊れちゃう可能性があると思うので、まあいいのは車用のこう側外しとか、あとプラスチックのヘラとかですかねを使うのがいいとは思うんですけど、今回私は手でやります。はい、でね、まあツールを使うのもいいんですけど、まあなんかツールを使うと傷がつく可能性があるので、まあ私は手でやるのが一番いいかなと思いますね。どうしても取れない場合は、うん、なんかヘラとか突っ込んでやるしかないですけど、傷をつけないという点では手で剥がすのが一番いいと思います。はい、ってことで早速やっていきたいと思います。はい、ですね、ここまで来ました。ちょっと途中ね分解工程取ってたんですけど、いろんなものが映り込んだんでカットします。はい、すいません。でこれは今回外したパネルがこちらになります。これがもともとついてたやつですね、うん、まあ、グレアパネルなんで、はい、こんな感じです。こちらが今回外したやつで、今からつけていくのが、まあ、先ほども紹介したこっちですね。まあ、重ねてみると分かるんですけど、まあ、コネクタの位置とピンの数は一緒ですね、まあ、サイズも一緒になります。はい、で今回はこちらをつけていきたいと思います。でね、こちらのパソコンにコネクタが入ってるんですけど、まあ基本的には簡単ですね、これ挿すだけですね。はい、挿すだけ。まあちょっと結構やわな部品なんで気をつけてくださいね、壊しちゃう可能性もあります。まあ優しくやってあげればいいかなと思いますね。でこう、まあずれないようなテープがついてたんで、今回まあこれまだくっつくんでね、使い回し効くんでこのままつけていきます。ほんでもって、まあ、今コネクタ挿してついたんで、こっちのパネルに元に戻していきます。この時にねワイヤレスLANの線とかちょっと噛んじゃう時があるんで、その辺を注意してください。でとりあえずネジで止めますか、止めていきます。
まあ四隅がネジで止まってるだけなんでね、特に難しいことは何もないんですけど、技術的には難しくないんですが、そのね、交換するパネル自体が適合してるかっていうのが私的には非常に問題だと思います。まあ、これ四隅ネジで透明で、これか、はい、こんな感じで留めて、はい、あとはですね、こっちの側をはめるだけなんですけど、もうとりあえず動くかどうかこの時点でやってみたいと思います。電源アダプター入れましょうね。はい、で動くかな、あ、来ましたね。ちょっと隠します。来ないかな。来ませんね。音だけ鳴ってるけど画像が出ません。はい、まずちょっと、なんでですかね。電源は入ってますけど、さっき一瞬ついて消えちゃいましたね。こういう場合はとりあえず一回電源切りましょう。はい、で多分今一回 Windows がモニター認識したと思うんですよね。一回起動して多分もう一回やればつく気がすると。来たね来たね来たね。これで動けばいいんですけどね。ちょっとね、この辺いろんなもん出るんで隠しておきますけど、ああ来ましたね、着きました。はい、オッケーオッケー、着きましたね。はい、着きました。うわ、ちっちゃいですねこれね、画面。まあ大きさ変わってないですけど、解像度が変わってますね。フル HD になった、フル HD になりましたね。 1920×1080 でなってます。はい、はい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 、 OK っぽいですね。つきましたね。で Excel、 はいはい、ああいいですね。さっき説明しなかったんですけど、この Excel の列ですね、列が A から R までしか見えなかったんですよ、ここね。でも今 Z まで見えます。で縦も、まあ、デフォルトで1から43まで見えますね。こんぐらい広ければいいですね。文字はちょっとちっちゃいな、さすがに。はいはいはい。で視野角も悪くないですね。まあオリジナルのやつよりは全然いい感じです。はい、ということで、まあ、動作確認できたんで、とりあえず一旦シャットダウンして、このね側を元に戻していきたいと思います。はい、無事に組み直しました。ってことで画面の方もね、このようにちゃんとついてフル HD 化が完了しました。ちょっとね、若干、まあ映像ではわからないと思うんですけど、オリジナルより若干色合いが、色鮮やかさがちょっとないかな。ちょっと白がちょっと黄色っぽいですね。まあそれは液晶のメーカーとかにもよると思うんで、まあそれはまあこのパソコン特有のものなんでいいんですけど、まあこんな感じでフル HD 化成功しましたね。
ちょっとさすがにね、確かに文字ちっちゃいですね。すごいちっちゃい。まあ慣れるかなっていうところですけど、はい。ということで、まあ視野角も、まあ変える前はね、ちょっと狭くて、ちょっと気になってたんですけど、これはね、結構いいですね。うん。視野角も結構広くて。まあ、IPS 液晶みたいなんですよ。うん。それちょっとさっき言うの忘れたんですけど、まあ、もともとついてたのが TN で、こっちが IPS なんで、まあ、視野角は多分おそらくこっちの方が全然いいでしょうけど、色合いはね、やっぱグレアパネルの方が良かったですね。ただ解像度が広げたかったんで、まあ、その目的は達成できたかなっていう感じですね。はい。というわけで、今回は、ノートパソコンね、レノボのシンクパッドの液晶を交換してみました。これね、このパソコンはね、なかなか使えるんで、私最近これ使ってるんですけど、もちろんデスクトップね、あんまり使うことなくなっちゃったんですけど、こっちでね、結構仕事完結しちゃうんで、はい。まあね、これも、まあしばらくは使えるかなというところです。はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、ノートパソコンネタ、ノートパソコンね、ちょっと家に増えすぎちゃって、ちょっとプレゼント企画でもやって皆さんにあげようかなと思ってます。はい。ノートパソコンうちね、数えたことないんですけど、相当な数あります。今まで買ってきたね、ほとんど使えないようなやつが、使えないって言ったらあれかな。使えるんですけど、使ってないやつがありますんで、ちょっとね、ちょっとプレゼント企画って言うと、ちょっと、なんか、あれですね。ちょっとし、うん、どうかな、うん。まあ、もらってくれる人いたら、あげようかなっていう動画をあげようかと思います。はい。まあ、今回は、まあ、うまくいったんですけど、先ほども言いましたけど、まあ、液晶のノートパソコンの液晶交換はね、これ完全に自己責任でお願いします。今回うまくいきましたけど、まあ、私何度も失敗してるんで、先ほども言いましたけど、うん。よく調べてから行ってください。はい。よろしくお願いします。ね。液晶買って、つかなかったぞって私に言われても困っちゃうんで、はい、その辺ね、自己責任でお願いします。基本的にはやらない方がいいです。私はそう思います。まあ、今回私やりましたけど。はい。では、また次回。とりあえずこのパソコンは、しばらく使えると思うんで、使っていきたいと思います。もしかしたらね、CPU i7 に変えるかもしれません。そしたらまたそれでね、動画を開けたいと思います。はい。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、チャンネル登録、あと、いいねっていうボタン、気が向いたら押してください。さよなら。